アメリカの若き能力者、全てを見通す超人、ウェイン・ホフマン。よろしくお願いします。そのジャケットの下の服、おしゃれだね。Tシャツに魚が書いてある。違う？ほらね。彼は物体の内部や隠されたものを見通すこともできる透視能力の持ち主なのだ。この不思議な能力は僕が18歳の時に身についたんだ。障害物の向こうにあるものが頭の中にイメージされるんだよ。この特殊能力に全米が震撼。現在は世界中からオファーが殺到し、これまで53カ国で公演を成功させてきたという。人知を超えたウェインの透視能力、そんな彼の究極の技がこちら。用意されたのは1セント硬貨や10セント硬貨など大量のコインが入ったボール。街で声をかけた3人の男女に協力してもらい、ボールの中から好きなだけコインを掴んでもらう。そしてコインを握ったままの手を投資し、それぞれの中の枚数を当てるというのだ。掴む様子が見えないようにウェインは後ろを向く。3人がボールから無作為にコインを掴み取っていく。ウェインには彼らが何枚のコインを握ったかは一切見えていない。全然見えない。手からコインが見えていないことをスタッフが確認。OK、 じゃあ始めましょう。一人目の手を見つめるウェイン。果たして枚数を言い当てることはできるのか。手に握られたコインの数を投資で当てる。 OK、 じゃあ始めましょう。投資したコインの数を紙に記入。まだ手は握ったままにしておいて。続いて2人目。Okay, interesting. Interesting.3人目。彼の手は大きいから中が見えやすいね。この紙に皆さんが握っているコインの枚数を書き入れました。では始めましょう。もう書き込めないようにまずはペンをしまいます。では握ったコインをテーブルの上に置いて枚数を数えてみてください。一人目の男性が握っていたコインは11枚。常に紙は見えているため我々に隠れて書き込むことはできない。続いて2人目。12枚。そして3人目。左手で枚数を数えるウェイン。もちろんペンなど持てない。15。
枚数は15枚です。これは皆さんがランダムにコインを掴んだ結果です。それでは僕が投資した枚数をお見せしましょう。ウェインが書いたのは11、12、15。3人が握ったコインの数と見事に一致している。僕は投資能力でどんなものでも見通すことができる。君はマジックで見えないものを見ることはできるのかい？不安そうな顔が透けて見える。どういうことだ、これ。なんだこの人。いかがでしたか皆さん。すごそうなんだ。